この番組は琉球ダイハツの提供でお送りします。琉球ダイハツプレゼンツ目指せウインターカップ第67回全沖縄高校バスケットボール選手権大会男子の決勝未来工科対興南の試合が行われる沖縄アリーナからライブ配信でお伝えします。解説は U16 少年男子アシスタントコーチを務めます与那嶺ひじりさん、実況寺崎でお送りします。与那嶺さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。与那嶺さんは北中城高校出身で1999年にウィンターカップで全国ベスト8を経験されているんですよね。はい。そして大学を卒業後は指導者として今は男子の高校生の指導に当たられています。現在休養高校の監督でいらっしゃいます。はい。女子の試合は石川対西原、石川が西原に勝って2年連続のウィンターカップ出場を決めました。非常に熱い試合になりましたね。そうでしたね。やっぱり石川高校のバスケットが完成度が高いなっていう印象は受けました。はい、はい。そして石川にも留学生が入ってきて、はい、その連携も素晴らしかったですね。そうですね。まあ、男子もこれから興南高校の留学生が入ってきてのまたゲームになりますので、そうですね、はい、その辺も楽しみにしたいなと思います。はい。男子の決勝は2年連続で未来工科対興南となりました。去年は未来工科がウィンターカップ出場、興南はリベンジを目指しています。それでは先に未来工科の勝ち上がりを見ていきます。未来工科は2回戦から登場、首里東、中部商業、富城を下して準決勝では小座に勝ちました。4年連続の決勝戦です。続いては興南高校です。2回戦から登場、昭和薬科大学附属には187点を取りました。その後北中城、普天間に勝って準決勝ではインターハイ予選で準優勝だった沖縄水産を下して2年連続の決勝に進んでいます。それではそれぞれの高校のメンバーを発表します。先に未来工科です。3番キャプテン玉城光和、5番田中光成、7番又吉蓮、9番東間博人、11番伊佐優和、13番小発優馬、14番玉城鳴門、18番知念涼介、23番川上颯太、25番池宮城ノア、27番山城レオ、33番山の葉リアト、53番岸本慶太郎、83番荒垣ハスル、97番矢田平志郎です。3年生は7人がメンバー入りしています。続いては興南高校です。4番キャプテン中地武盛、5番小群文美エルト、6番中松俊之介、7番長峰拓也、8番高津元明、9番知念龍樹、10番11番は留学生です。ポロルンショイアヌオルワサムエル、11番オモメジイフェオルワオルワペルミ、12番平陽、13番金城直人、14番前里レブロンソラ、15番コーチシュエル、16番荒城カエ、17番コジャレイヤ、18番上原優斗です。3年生は10人が全員この時期まで残って、そしてメンバー入りしているのが3年生5人です。決勝戦は未来工科と興南の試合です。与那嶺さん、はい、この勝負のポイントどこになるでしょうか。そうですね、まあ、未来工科高校の特徴として、フルコートからの、速いバスケット、はい、その持ち味が、発揮されればまた面白い展開、あとは興南高校は留学生が、2人、入ってますので、その留学生を起点としたバスケットがどこまで発展できるか、はい、そういったところが勝負の分かれ目になってくるんじゃないかなと感じております。はい。未来工科は伝統的にこう3ポイントも決まるようなチームになっていますし、で興南は今年4月にナイジェリアからの留学生が2人入学して、またこう沖縄のバスケが
変わるという感じもしますよね。そうですね、まあ、未来工科さんは、県外の方でも留学生と、対峙しながら、バスケットボールを展開しているので、そういう経験値的には、まあ、まだ あるのかなというふうには感じています。ただ沖縄県の今後のバスケットボールを考えると、こういう留学生が入ってくることで高さの対策、そういうものが必要になってきますので、これから先沖縄県のバスケットボールがさらに進化するためにはいいことかなと個人的には考えています。はい、去年の決勝戦は71対54、未来工科が興南を下しました。去年は2年ぶりのウィンターカップ出場を未来工科が果たしています。ですので今年は未来工科は2連覇を目指しています。その未来工科と興南、この代になってからも2度大きな大会では対戦があります。小橋川杯、冬に行われているんですが、準々決勝で対戦して91対75、そして夏の前に行われますインターハイの県予選でも準決勝で対戦して87対66、いずれも未来工科が興南を下しているんですよね。その、まあ、リベンジを興南としては果たしたい、その思いも3年生は持っています。未来工科率いるのは内原監督です。内原直彦監督、52歳です。未来工科を率いて7年目になります。ここまでインターハイは3年連続、ウィンターカップは2度の出場を誇っています。ディフェンスからの速攻は未来工科の生命線だぞというほどの、もう本当にそれを軸としている監督さんでいらっしゃいますね。おっしゃる通りです。このまた速いバスケットが見られると思うとワクワクしてきますね。はい、そして興南は赤いユニフォームに変わりました。今ベンチの前と観客席で一体となって片手を挙げて気持ちを一つにします。興南は伝統的にこの大事な試合の時は赤いユニフォームで来るという。そうですね、昨年度もそうでした、そうでしたね。はい、興南高校を率いているのは井上公代監督です。興南高校の出身、興南ではインターハイ優勝、日本大学では大学3年の時インカレを優勝していて、そして五十鈴に進んで日本代表にも選ばれています。それではいよいよスターティングメンバーの発表です。男子決勝、未来工科高校 VS 興南高校。まずは未来工科高校スターティングファイブの紹介です。ナンバー3、玉城光和、ナンバー9、遠間博人、ナンバー14、玉城鳴門、ナンバー53、岸本慶太郎、ナンバー97、矢田誠志郎、ヘッドコーチ内原直彦。続きまして興南高校スターティングファイブの紹介です。ナンバー4、中地武盛、ナンバー5、奥文文義エルト、ナンバー6、中松俊之介、ナンバー8、高津元明、ナンバー10、モロンショーイヤーのオロワサムエル、ヘッドコーチ井上公代。第67回全沖縄高等学校バスケットボール選手権大会男子決勝、未来工科高校 VS 興南高校。未来工科と興南の決勝戦が間もなく始まります。第67回全沖縄高校バスケットボール選手権大会です。全国大会のウィンターカップを目指します。今ティップオフです。
赤のユニフォーム東南がボールを持っています。5番の小軍文美エルトから長いパス通りました。留学生に渡ってフォロルショー、まず開始8秒で決まりました。東南の得点で試合が始まっています。白のユニフォーム未来効果が左から右に攻めます。キャプテンの3番玉城光はポイントガード、激しいプレッシャーに行きます。赤のユニフォーム東南高校ボールを運びます。10番玉城なると思いますが3ポイントに行く、激しいプレッシャー江南が抑えました。小軍文見えると走る江南ボールです。与南美さん、まず江南が最初に得点を決めました。そうですね、最初未来効果のダブルチームが、あったんですが、それをうまくかいくぐってのスコアでした。素晴らしかったです。最初はホロルンショ・イアヌ・オルワ・サムエル、ナイジェリアからの留学生の得点で試合が始まっています。8番高木元明スリーポイント、これは落ちました。未来効果ボールです。未来効果はまずスターティング5、3年生5人揃いました。江南高校は3年生4人と1年生の1人留学生が入っています。未来効果は2年連続のウインターカップを目指しています。江南高校は去年のリベンジ、7年ぶりのウインターカップ出場を目指しています。4番のキャプテン中地武盛からホロルンショへのパスは通りませんでした。このホロルンショ、イアヌ・オルワ・サムエルは身長2メートル1センチあります。未来効果がボールを運びます。97番は柳瀬志郎、ボールを持っているのは今外に出して東間博人、スリーポイント、まず1本目は落ちました。東間博人スリーポイントが得意ですが、1本目が大事だと話していた東間のスリーポイントは落ちました。小軍文美からホロルンショ、トラベリングです。未来効果ボールに変わります。まず第1クォーターの立ち上がり、未来効果は先制を許していますが、どこが大事になりますか？そうですね、やはり、留学生のところリムプロテクターのところで、やはりペイントタッチした後どうやってうまくスコアできるかってところがポイントになってくるかなと思います。3番玉城光和から玉城ナルト、ファールを獲得しました。ここですね、はい、14番の玉城ナルトがファールを取りました。3年生です。コート内を縦横無尽に駆け回るのがこの14番の玉城ナルトです。未来効果留学生とは、県外の高校とよくもう当たっているので、年中しているということではありましたが、はい、押し負けずにボックスアウト、つまりこう外にどんどん押し出してっていうところですね。そうですね、押し出しながらも、また他の4名のプレイヤーがいかにまたリバウンドを拾えたり、スコアにつなげるプレーができたり、そういったところがまた見ものかなと思います、はい、未来効果の得点が決まりました。14番の玉城ナルトのフリースロー、未来効果の最初の得点です。5番の小軍文美エルト長いパス、8番の加数元明スリーポイント、リバウンド拾ったですね、このリバウンドですね、高さは強いです。6番の中松俊之介、5番の小軍文美エルトは去年の決勝戦のコートに今のメンバーの中で唯一立っています。積極的にスリーポイントを放っていく江南高校です。お互いしぐれる展開ですね。まずは第1クォーター2分と50秒が過ぎています。長いパス通った、ホロルンショ決まりました。江南高校はホロルンショ、イアヌ・オルワ・サムエルの得点うまく活用しています。そして激しいプレッシャー、江南高校ボールに変わります。江南高校 2-2-1 プレスから仕掛けていますね。フルコートで仕掛けています。はい、ゾーンプレスですね。そうですね、さあ江南高校ボールに代わって5番の小軍文美エルト、パスを回します。スリーポイント、4番の中地武盛のスリーポイントでした。悪くないですよ。
どんどんスリーポイントを興南は打っていますね。そうですね、やはりリバウンドはおそらく興南の方に分があると思うので、気持ちよく力強く打てているのかなと思います。未来効果は走り込む岸本健太郎、決まりました。素晴らしい、フローターシュートが決まりました。ミラミリさんはこの岸本選手はキーマンに挙げていますね。そうですね、予選の方でも、まあ、これまでの方もスリーポイントも結構決めてますし、チームではスコアラーの存在を担っていると思います。はい、試合前の時点では77得点を決めていました。チーム最多でした。ファールは未来効果ボールです。岸本圭太郎選手の魅力は与那嶺さんから見てどんなところがありますか？いや、 やはり器用な選手ですよね、はい。アウトシュートもあり、ペイントタッチもできて、かなり器用な選手だなと見ています。はい、興南高校は留学生が10番のフォロルンショから11番のオモメジ・イフェオルワ・オルワペルミに変わります。こちらもナイジェリア出身です。身長は2メートル3センチあります。未来効果です。14番玉城ナルト、97番やらせしろ、スリーポイント、リバウンド、未来効果がボールを取りました。どんどん、未来の選手たちはどんどんペイントタッチをして、ディフェンスを縮小してのアウトシュート、はい、そういう時間帯がどれぐらい作れるかというところも、見ものかなと思います。未来効果はスリーポイントの確率はもう伝統的に高いです。おっしゃる通りです。ボールを運ぶ留学生、高い、抜いた、玉城光和の得点です。キャプテンの気迫のこもったプレーですね。まさに気迫のこもった、気持ちの出たプレー、キャプテンが取りました。未来効果ダブルチーム取りました。最後運んだのは岸本圭太郎です。さあ未来効果リードに変わっています。ダブルチームパスを通します。6番中松俊之介、シュートは落ちて未来効果3番の玉城光和、自分で行く、決まりました。未来効果のスピードが宇田峰さんどんどんこう出てきているように感じますか？そうですね、足がだいぶ動いてきましたね。はい、はい、興南はリードを許しています。留学生は11番の重目地に変わっています。6番の中松俊之介、パスが通って14番玉城ナルト、ここもスピードを生かしてきました。たまらずタイムアウト、興南です。11対4、未来効果7点リード。最初は興南が得点を取りましたが、その後は足が動いてきた、乗ってきた未来効果が得点を重ねています。まず第1クォーター、まもなく半分になりますが、両チームの印象は与那嶺さんいかがでしょうか？そうですね、両チームとも、高い位置からのプレスディフェンスを仕掛けて、で相手の出どころというところを探っているのかなというふうに、感じています。はい、ちょっと興南高校が、相手の未来効果のワンツーワンワンのプレスディフェンスに少しちょっと付き合っている印象がありますので、はい、おそらくこのタイムアウトは、プレスダウン、ワンツーワンワンのプレスに対してどう運んでいくかという確認のタイムアウトだったかなと思っています。興南高校はターンオーバーここまで4回、この数字を見てもそうやっぱり感じられますか？そうですね、まだこの時間帯で4つというのはちょっと多い気もします。はい、これをまた修正することができると思いますので、その後の修正したまたプレーに期待したいと思います。2年連続の決勝チャレンジャーとして今年も臨むんだという井上君雄監督のお話がありました。興南高校戦術を確かめてタイムアウト明け、興南ボールで試合が再開されます。ちょっと運び方が変わってきましたね。はい、はい、5番の小軍分見えると、4番中地武盛、6番中間慎之介、8番かかず元明、スリーポイント、リバウンド取っています。重目地ダブルチームで行く未来効果、パスを通します。中松慎之介、もう一度このリバウンドは未来効果が取りました。
依頼効果がボールを運びます。スリーポイント得意な東間ひろと決まりました。来ましたよ。ロマンチックなスリーポイントでリングを射抜く東間ひろとのスリーポイント決まりました。そして未来効果がボールを取っています。東間ひろとは打てるスリーポイントは全て決めたいんだという話していました。2連続決まっています。入り出したら止まらないプレイヤーでもありますので、そうですね、そこをどう止めるかというところもまた大事になってきます。はい、先月 U18 日清九州ブロックリーグというあの県外と対戦する試合があったんですが、大分の強豪の柳ヶ浦相手にスリーポイントを1人で8本決めていて、そうですか、この選手はちょっとすごいなと。入り出したら止まらないですね。そう思いましたね。4番の中地武森から興南高校です。いいですよ。プレッシャー受けながらシュート、オフェンスリバウンド、小野道が取っています。今みたいなプレーを積極的に、出していってもいいと思います。はい、この後のディフェンスです。未来効果、東間ひろとから97番矢田誠志郎、パスは通りませんでした。コーナーボールです。先ほどの攻撃はさっきそのもっと前から比べてどういったところが変わったように感じられますか。ペイントタッチが、の意識が、強くなってきたかなという印象はあります。はいはい、ペイントタッチというと、はい、このインサイドの部分。そうですね、ボールに近づくっていうプレーですね。はい、一人をかわすオグンブン見えると逆サイドよく見ています。こういうプレーですね。はい、のリバウンドまで。リバウンドは未来効果が拾いました。3番のキャプテン玉城光和、まずは落ち着かせます。53番岸本圭太郎、センスが光るという名前さんのお話でした。あ、フローターシュート、いいプレーでした。このシュートは落ちて興南がボールを運びます。重目地外に出す、中間慎之介ミドル、わずかに落ちました。素晴らしいですね。今未来効果の矢田選手ですか、はい、ボックスアウトを徹底して、やり続けています。97番の矢田誠志郎です。未来効果です。留学生と2年生の時からずっとマッチアップしている選手なんですよ ね。 そ, うですね、はい、その矢田誠志郎がボールを東間ひろとに渡しました。シュートはわずかに落ちました。東南高校速攻です。今のファールは興南ボールになります。いや、あ、未来効果ボールですか。そうです、オフェンスチャージですかね。あ、はい、これは未来効果のディフェンスが勝ちました。そうですね、よく、守りました。興南は5番のオグンブンミエルトが去年、まあ、出たメンバーなんですが、プレーで、はい、けど今のプレーも、まあ、オフェンスチャージングにはなりましたけど、ああいう積極性っていうのは、大事になってくると思うので、どんどんアタックしてほしいですね。去年は何もできなかったとオグンブンミは話します。行動で、そしてコミュニケーション、特にこの会話のところを練習では意識してきたと話します。それがこの5番のオグンブンミエルトです。そして留学生の重目地、ここは確実に決めてきます。興南は今のプレーをどんどん続けていきたいと思っているのではないでしょうか、はい、やはりそこでイニシアチブは取れると思いますので、はい、留学生にどんどんボールを当てて、そこから外という展開を作ってもいいかなと思います。岸本のスリーポイントが決まりました。これで未来効果は20点に乗せています。さあ速攻に行くスリーポイント、これは落ちました。第1クォーターは残り間もなく1分と30秒になるところ、走る玉城ナルト、いいですよ。さあペースが速くなってきました。スリーポイント、
あの去年の決勝の時もなかなか両チームシュートが最後決まらないっていうシーンがあったんですが、まあ、今年こそは前日練習も特にシュートを意識して練習している様子がありました。はい、自信持っていってほしいですね。はい、沖縄アリーナで戦っています。未来強化のコーナー、岸本圭太郎のショットが決まっています。ちょっと乗ってきそうですよ、この岸本圭太郎ですね。はい、残りは1分を切っています。ターンオーバーになる、かわす、アリウープ決まりました。玉城高和から玉城なると3年生のパスが通ってアリウープ成功。まあ、興南高校はまだ、慌てる時間帯ではないと思いますので、はい、どこにストロングポイントがあるか、今のプレーとかもそうですね。そうですね、4番の中地キャプテンのポイントが決まっています。肩につないでそこからの合わせ、そこからのアウト、アウトシュートっていうところも、出てくれば全然慌てることはないかなと思います。はい、第1クォーターは残り10秒です。未来効果最後のオフェンス、53番岸本圭太郎スリーポイント、柳瀬志郎決まりました。柳瀬志郎のスリーポイントシュートが決まって第1クォーターが終わりました。最初は興南が取った今年の決勝戦、その後未来効果が足を使って得点を重ねています。24対10、未来効果14点リードでこれから第2クォーターに入ります。67回全沖縄高校バスケットボール選手権大会、この番組は琉球ダイハツの提供でお送りします。未来効果と興南のウインターカップをかけた決勝戦です。第1クォーターを終えて27対10、未来効果が17点ですね。未来効果第1クォーター最後のプレーで柳瀬志郎がスリーポイントを決めて27対10、リードしてこれから第2クォーターに入ります。解説は U16 少年男子アシスタントコーチの与那嶺聖さんです。与那嶺さん、はい、あっという間の第1クォーターでしたが、終わってみれば27対10、点差が開きました。印象はいかがですか？そうですね、未来効果の方が興南高校の 2-3 のディフェンスをうまくギャップをつきながら作っているという印象があります。はい、で対する興南高校はやはりターンオーバーを減らすことがポイントになってくるのかなと思いますので、はい、その点をまた見ながら試しみたいと思います。はい、第2クォーターが始まっています。未来効果ボールです。第1クォーターラストプレーでは柳瀬志郎のスリーポイントが決まっています。今度は岸本圭太郎スリーポイント決まりました。柳瀬志郎の後は53番岸本圭太郎です。興南がボールを運びます。ダブルチームボールを奪った岸本圭太郎、シュートを決めました。岸本圭太郎の連続得点です。柳瀬志郎と岸本圭太郎は去年の時からスターティングメンバーです。そしてバスケットカウントです。岸本圭太郎スリーポイントシュート、ツーポイントシュート、そしてバスケットカウント。与那嶺さん、この岸本圭太郎の動きどうですか？いや、もう完全にスイッチが入っちゃったんじゃないかなという躍動感あふれるプレーですね。そうですね、はい、去年の決勝戦でも
スターティングメンバーとして出場しています。柳瀬志郎も去年の時はスターティングメンバーとして出場しています。全国大会12月のウィンターカップではこの53番の岸本圭太郎は左手首の骨折を試合中にしてしまったそうで、パフォーマンスができずに3年生と勝ちを味わうことができなかったという悔しさも持っています。その岸本圭太郎は3年生になってシューティングを人一倍頑張ってきたそうです。その岸本圭太郎がこの決勝戦で第1クォーター第2クォーターと躍動する姿を見せています。この第2クォーターのスタートで未来効果、このランというのは大きいですよね。そうですね、40秒間で 7-0 のランで、未来効果はスタートできた、はい。対するコーナーは 0-7 というところで、やはり先ほども申し上げましたがターンオーバーの数を減らすことというところで、もうここで2本ぐらいですかね、ターンオーバーしてしまいました、はい。まあ、まだまだ時間ありますので、ここからの修正を期待したいなと思います。岸本圭太郎は16得点を決めています。あ、もう16得点ですか。そうですね、この時点で16得点を決めていると。コーナーがボールを運びます。そうですよ、中にボールが通る、はい。10番のホロルンショの得点が決まっています。留学生は10番のホロルンショ、イアヌオルはサムエルが入っています。高南高校としては今のようなバスケットを続けていくと、もしかしたら展開がまた変わってくるんじゃないかなという印象は持ってます。はい、間を縫っていく玉城光和からミドルショットが決まっています。53番の岸本圭太郎、これで18得点に乗っています。そうですね、一旦間を取ります。江南高校5番の小郡文美エルトです。矢田選手体張ってますよ。今このボールとは違うところで、実はリング下でこの10番のフォロルンショと未来効果の97番の矢田末志郎がずっとこう体を当ててるわけですね。やはり体を当てられるだけでも体力は奪われるかと思いますので、はい、その点は矢田選手分かってるんじゃないかなと思います。中地のスリーポイント、これはわずかに落ちました。97番の矢田末志郎のディフェンス、これは10番のホロルンショも前から認識はしていますが、日本のバスケはこの激しいディフェンスとスピードがある、これはなかなか対応できないというふうに言っていました。ディープスリー、岸本圭太郎積極的にシュートを放ちます。スリーポイント返しの江南高校、オフェンスリバウンド中地武盛です。キャプテンの中地武盛のシュートが決まっています。去年の借りを返して先輩たちに恩返しがしたいと話していた中地のシュートが決まっています。コーナーボールに変わります。未来効果も江南高校も去年の先輩たちの果たせなかった分、その分を返して悔しさを晴らしたいという思いを持っています。両チーム特に3年生はそうです。未来効果は5番の田中康生が入っています。こちらも3年生です。チームに流れをもたらす未来効果5番の田中が入っています。10番スリーポイントホロルンショ、落ちて未来効果がボールを運びます。3番玉城光は岸本圭太郎、お、ノールックパス、リング下一旦整えます。ショットクロック残り5秒、スリーポイント、リバウンドは江南高校です。5番の小郡文美エルトから始めます。この小郡文美の視野の、まあ、広さ、はい、ここからこう攻撃が始まっていくわけですよね、はい。スリーポイントです。リバウンド、総選手の得点です。今あの江南高校はスリーポイントシュートを、まだ決めきれていませんけど、はい、やはり打つことによって、ホロルンショ選手のリバウンドにつながりますので、はいはい、積極的に打っていってほしいです。対する未来効果です。ここまで36得点を決めています。キックアウトします。フェイントを入れてスリーポイント放ちましたが、江南がボールを拾っています。
ここは中を狙うか、かかずからホロルンショ、もう一度かかず、スリーポイント、まだ決まらない、うん、今日はここのかかず選手のスリーポイントがまだ、来ませんね、だけど打ち続けていってほしいです。あ、空いていた、14番、玉城ナルトです。ここはマークが外れていました。今のはミスコミュニケーションでしょうね。完全にゴール下が空いてしまいました。対する江南です。8番の加賀津元明はスリーポイント決まるでしょうか。5本以上決めたいと話していました。スリーポイント決まりました。今決めたのは6番の中松俊之介の得点です。この中松もスリーポイントの精度は強みにしている選手です。この後のディフェンスですね。今マッチアップ、ホロルンショ間を抜けて53番岸本圭太郎、速いペースでパスを回す5番の田中康生、14番玉城なるとスリーポイント決まりました。素晴らしいボールムーブでしたね。今ショットクロックギリギリのところでした。未来効果、玉城なるとのスリーポイントが決まっています。ボールを奪いました未来効果、足が速い玉城なるとパス、ファールです、ファール獲得です。このスリーポイントの精度、それから未来効果でいうとプレス、そしてこのスピードのある玉城なると、どうですかこのチームは。もう今の時間帯は、未来効果の時間になってますね、はい。まあ、まだまだ本当に、先ほども、申し上げましたが時間はたっぷりありますので、一つ一つ江南高校としては、プレーを丁寧にやって いけばまだまだついていけると思います。この玉城ナルトはスピードを生かしたプレーが強みです。まあ、特にこの速攻の時は今日の試合も見られますが、前に走って得点を決めるシーンがよく見られます。好きな言葉は努力は最大の武器。未来効果が43得点目に乗せています。第2クォーターも半分を過ぎています。江南高校中に切り込んでファール獲得でしょうか。江南ボールに変わります。7番の長峰拓也3年生がファールを取りました。まあ、見ての通りフィジカルの強さで未来効果に対応します。その長峰拓也、ホロルンショに激しいプレッシャーをかける、ボールを外で回して中松スリーポイント、速いですよ、速い攻撃、今のはコーナーボールに変わりました。今江南の16番の2年生荒城佳恵が10番のホロルンショに何か声をかけたように見えました。江南高校です。そのホロルンショにボールが通ります。パスを渡します。スリーポイント、ホロルンショオフェンスリバウンド、わずかにシュートは決まりませんでした。未来効果は11番の伊佐優は1年生が入っています。53番岸本圭太郎かわして外に出してスリーポイントシュート、53番岸本圭太郎です。玉城ナルトノールクパス、ショットクロック残り3秒、決まりました。ショットクロック時間いっぱいに使って最後は11番伊佐優和の得点です。1年生ですが、はい、よく打ち切りましたね。そうですね、素晴らしいプレーでした。激しい、はい、江南高校としては、未来効果のディフェンスマンツーマンディフェンスをマーク、セットオフェンスを作りながら、まあ、インサイドにつなぎながら、優位性を保ちたいところですが、やはりフィジカルで頑張って、未来効果さんの選手がフィジカルで押し出してますね、はいはい。リング下では留学生と未来効果の選手の攻防が見られます。まあ、そのあたりもぜひ注目していきたいと思います。
第2クォーターは間もなく残り3分となるところです。興南は10番のフォロルンショ・イアヌオルはサムエルが主にリング下で奮闘します。ベストを尽くして勝つとこの決勝戦に向けては意気込んでいます。いろいろな国からこうオファーがあったそうですが、沖縄からも興南高校からオファーがあって、今年の4月から日本での生活をしているというそうです。ふるさとを離れるのはやはり不安はあるかと思うんですけど、はいはい、頑張ってほしいです。荒城かえ3ポイント、興南はこの3ポイントがまだ来ません。うん、そうですね、けどもあの思い切り打ち続ければ入っていくと思います。3番の玉城光は、14番玉城ナルト、東馬広人、ここは落ちました。リバウンドの後のオフェンスをもう少し早く持っていきたいところですが、興南高校ですね。そうですね、ここは中地武盛がファールを取っています。未来効果は選手が変わっています。11番の伊佐優和に代わって選手が入っています。97番の矢良誠志郎もいます。このリング下では未来効果の矢良と留学生のフォロルンショの体のぶつけ合いも見られるでしょう。6番中松、興南高校、4番キャプテン中地、ボールは未来効果ボールに変わります。第1クォーターは27対10、未来効果リードで始まりました。この第2クォーターですが45対19、未来効果がリードを広げています。9番トーマ・ヒロト、3番玉城光はトーマ・ヒロト、スリーポイント積極的に打っていきます。ここ出したいですね、はい、パスを回します。未来効果もすぐに戻って、興南は3ポイント、荒城かえオフェンスリバウンド拾います。マッチアップが変わりましたよ。チケットカウント、7番の長峰拓也が取りました。素晴らしいプレーでした。興南高校は3年生、フィジカルの強さが武器の長峰拓也が3、バスケットカウントです。ユナミネさん、今このマッチアップが変わったところとおっしゃっていましたが、はい、これはどういうことですか？フォロールンショ選手に、これまでは97番のヤラ選手がついてたんですが、はい、13番の小厚選手にマッチアップを変えて、はい、今小厚選手ベンチに下がったんですけど、小厚選手も体が結構、そうですね、大きくてですね、はい、フィジカル負けしないなというふうに見ていました。未来効果の13番、今ベンチ下がっていますが、小初優馬は就職活動が終わって今大会決勝戦初めて出場する、そうです、3年生ですが、すごいいいあのフィジカルをあの見させてもらいました。また出た時には、見せてほしいなと思います。はい、興南高校は10番フォロルンショのバスケットカウントですね。フリースローです。第2クォーターは残り1分と40秒となるところ、未来効果は3年生が7人この決勝まで残って練習をしてきました。矢田誠志郎スリーポイント、でこの未来効果の13番の小発は決勝戦から登場しています。フォロルンショパス通る、リング下決まる、フォロルンショの得点が決まっています。タイムアウトは未来効果が取りました。今の興南のオフェンス、与那嶺さんどう映りましたか？今のは
ちょっと未来工科のディフェンスのマッチアップスイッチディフェンスのミスをうまく興南がついたっていうプレーになっているのかなと思います。はい、ああいうプレーが一つ二つ増えていくとまた流れは変わりますので、まだまだ見応えのある試合が見れるかと思います。第2クォーター、興南が追いかけています。10番のホロルンショ・イアヌオルはサムエルにも得点が決まり出しています。点差は20点ありますが、この決勝戦まだ第2クォーターです。対する未来工科、内原直彦監督が率いていますが、まあ、4年連続の決勝にはなりますが、前日の練習では選手たち沖縄アリーナで集合させて、あのコートの真ん中の上にありますメガビジョンあるんですが、これを指さして、ここでみんなが見ている中でプレーできるのは本当に幸せなことなんだぞと、この幸せをこう噛みしめてしっかりプレーしろよと前日に話しているのがすごく印象的でした。モチベーションを上げる話術ですね。そうですね、特にこの沖縄アリーナですと、まあ、琉球ゴールデンキングスのホームアリーナでありますし、このメガビジョンって一つこう、まあ、象徴的な存在ですよね。その思いを背負ってプレーしているので、いいプレーがたくさん生まれているのかなと思います。はい、この決勝戦我慢の勝負になると思うと話していたのは未来工科の内原直彦監督です。未来工科は20点リード、リング下パスが通ります。53番岸本、もう一度外に出してスリーポイント。少し流れが興南に傾き始めたかなという印象を受けます。はい、興南高校16番の荒城海、少しスピードが速くなってきました。ただここのパスは通させません。53番岸本、やはりターンオーバーですね。今のパスは未来工科がカットして得点につながりました。第2クォーターは残り30秒を切っています。一旦ボールを落ち着かせます。キャプテンの中地武盛、10番ホロルンショ、ショットクロック残り5秒、外に出してスリーポイント、オフェンスリバウンド決まりました。ホロルンショのオフェンスリバウンドからの得点が決まっています。こうして興南は第1クォーターから積極的にスリーポイントを放っていって、まだ決まってはいませんが、こうして留学生のホロルンショですとか重めじのリバウンドを使って得点していくというところですね。おっしゃる通りで、やはりそこがあるからアウトシュートノーマークは、まあ、気持ちを込めて打ちなさいという井上監督のメッセージが添えられているのかなという印象は受けます。はい、まあ、まだあのパーセンテージは上がってきませんが、ノーマークはやはり打ち続ける、そうすることで後半にはおそらくパーセンテージが上がってくると思いますので、はい、頑張ってほしいなと思います。はい、今プレーが止まっていますが、第2クォーター残り4秒というところ、今ですね興南のベンチの横ですね、4番の中地でしょうか、キャプテンがあの足を痛めてコートから下がっています。興南としてはキャプテンの中地は司令塔になりますので、ここはまあ我慢の時間になりそうですか。はい、そうですね、まあ、あのまた後半戻ってくることを願いたいなと思います。はい、今治療を受けているのが中地なのかちょっと確認は取れないんですが、コートには中地は入っていませんので、おそらく中地と思われますが、これで第2クォーター残り4秒、未来工科ラストショット、第2クォーターが終わりました。未来工科対興南、興南が追いかける展開、未来工科はリードを広げて前半を終えています。未来工科対興南は47対27、未来工科リードで試合はこれから後半に入っていきます。ダンス部の皆さんによるパフォーマンスをお楽しみいただきます。それではご登場いただきましょう。普天間高校ダンス部の皆さんです。
それでは普天間高校ダンス部の皆さんによるパフォーマンスをお楽しみください。男子の決勝、未来工科対興南の試合をお伝えしています。前半終わって47対27、未来工科が20点リードで前半を折り返しています。ここでリポートを伝えてもらいましょう。山城咲アナウンサーです。はい、この時間ですね、両チームの応援団長にお話を聞いていきたいと思います。まずは未来工科高校の応援団長、高知良太郎さんに代表してお伺いします。改めて前半振り返っていかがでしょうか。最初の1クォーターは点が入らなくてお互い苦しい状態が続いてたんですけど、未来工科の堅固なディフェンスで、どんどん流れを作って今の点差が開いたなと思います。ベンチでは監督から選手に向かってどんな声掛けがされてますか。しっかりリバウンドの意識とかディフェンスの真実とか、ゾーンディフェンスとかをしっかり大きな声出して送ってきたと思います。この選手から見て、この今の今日のチームの雰囲気っていかがでしょうか。みんなで応援で声を出して応援を出したり、時にはベンチメンバーに向かってアドバイスとかを送ったりしました。では最後に後半へ向けてチームのみんなにエールをお願いします。沖縄アリーナカップ優勝を目指して頑張るぞ。せーの、ありがとうございました。応援しております。では続いてですね、興南高校の応援団長、和受智人さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。さあ、追いかける展開ですが、前半を振り返って選手たちのプレーどうでしたか。やっぱり相手の得意とするスリーポイントを、やられていたので、後半ではもっと自分たちの得意とするディフェンスで、守っていってほしいです。興南はスリーポイントしっかり我慢の時間が続いていると思うんですけど、ベンチではどんな声掛けされてますか。やっぱり自分たちの得意とするディフェンスをやりながら、スリーポイントを積極的に打っていって、もっと得点を取っていけるように頑張ってほしいみたいな話をしてます。ちなみに今日のチームの雰囲気はどうでしょう。結構、試合としては流れは相手なんですけど、やっぱ応援も含めてチームとしては結構一丸となって戦えているので、絶対に勝てると思います。ちなみに留学生が加わって、チームの全体の これまでの雰囲気とか、また違う新たな風が吹いたりしてますか。はい、やっぱ相手のゾーンに対して の中への中継とか、そういったのもやっぱ変わってますし、シュート打った後のリバウンドとかもやっぱ変わってます。では最後に後半へ向けてエールをお願いします。自分たちのディフェンスができるように頑張ってください。以上、こちらからお伝えしました。はい、山城咲アナウンサーから未来工科高校、興南高校それぞれの応援団長に聞きました。2年連続のカードです。未来工科対興南、全国大会のウィンターカップをかけた男子の決勝戦が行われています。47対27、未来工科が20点をリードしています。解説は U16 少年男子アシスタントコーチを務めます与那嶺聖さんです。与那嶺さん、47対27、点差は20点開いています。前半の振り返り、イメージ、印象どうでしょうか。はい、1クォーターのスコアが27対10、2クォーターのスコアが47対27で、20対17なんですね。はい、やはり修正してきているのは興南の方かなとは思うんですが、やはりターンオーバーの数がまた後半、いかに減らせるかっていうところもポイントになってくると思いますので、ターンオーバーを減らしつつ、気持ちの良いバスケットができると、この点差もまだまだ分かりません。はい、はい、現在普天間高校ダンス部によるハーフタイムショーが行われています。それではこの後前半戦をさらに振り返っていきます。
天満高校ダンス部の皆さんありがとうございました。皆様今一度大きな拍手をお送りください。この後の後半戦も選手の皆さんへ熱い声援をよろしくお願いいたします。沖縄アリーナで行われています未来工科と興南の男子の決勝です。ここで前半をハイライトで振り返ります。前半から熱いプレーが両チーム見られています。前半終わって47対27、未来工科20点リード。これから勝負の後半戦に入ります。沖縄アリーナからお伝えしています。第67回全沖縄高校バスケットボール選手権大会です。男子の決勝、未来工科対興南、これから後半に入っていきます。解説は U16 少年男子アシスタントコーチの与那嶺聖さんです。先ほどターンオーバーが興南は非常に多くなっているというお話がありましたが、興南高校としては前半は9個、ここは後半としては修正していきたいところですか。はい、おっしゃる通りです。このハーフタイムを生かしてターンオーバーを減らすための、手立てを井上監督の方から選手に伝わったと思いますので、おそらくまた後半は興南らしいバスケットが展開されると、期待したいなと思います。後半が始まりました。興南ボールで始まっています。5番の小郡文美エルトがボールを渡します。6番の中松俊之介、小郡文美のスリーポイント決まりました。後半最初のプレーで興南高校の小郡文美エルトのスリーポイントシュートが決まっています。
いいスタートが切れましたね。対する未来効果です。9番トーマヒロト、リング下に持っていく。パスを取ったのは江南高校です。リング下ファールを取りました。リング下での競り合いの中で江南ボールに変わっています。今みたいなプレーが増えてくると未来効果はちょっと嫌がるのではないかなと思っています。はい、リング下にいるのはフォロルンショ、イアヌオルはサムエルです。外でボールを受けました。7番の長峰拓也から5番の小郡文美、スピード、あ、ここは手につきませんでした。未来効果です。53番岸本、9番東馬博人、スリーポイント、ダブルチームに行きます。それを抜けてパスを通します。14番玉城ナルト、53番岸本、玉城高和からスリーポイント決まりました。決めたのはやはり9番の東馬博人です。江南高校のディフェンスが、まあ、ちょっとマッチアップ気味なディフェンスになってまして、はい、ポロルーショ選手があまり外に出れないっていうところでペイントのエリアにいますので、はい、そこのギャップをうまく未来効果はついていますね。江南高校は選手が変わります。16番の荒城佳恵が入ります。4番の中地武盛、キャプテンはやはり後半最初は出てきていません。スリーポイント、リバウンドは未来効果が取っています。江南を1年間引っ張ってきたキャプテンの中地は第2クォーターで少し足を痛めて途中でコートの外に出るシーンがありました。後半もまだ出てきていません。スリーポイントです。決まりました。どこからでも抜く。今度決めたのは97番柳瀬誠志郎。素晴らしいです。いろいろな選手が未来効果はスリーポイントを決めてきます。的が絞りづらいですね。お、またやり合ってますよ。フォロルンショ、柳瀬誠志郎、やり合う。ペイントエリア、リング下にボールを持っていく小郡文美。バスケットカウント。小郡文美選手の持ち味であるキレのいいドライブでした。小郡文美はきっとこのやらとフォロルンショの競り合いも見えているでしょうね。はい、おっしゃる通りです。副キャプテンとして中地と一緒にチームを引っ張ってきた小郡文美エルトです。お父さんはアシスタントコーチです。小学生の時から、まあ、その関係で練習に参加したこともあるそうです。そして江南高校に実際に入学して去年は決勝のこの沖縄アリーナの舞台を踏んでいます。オフェンスリバウンド、ホルルンショファールを取りました。あ、今11番のおもめじに変わっています。今留学生はおもめじに変わっています。与那嶺さん、江南高校はキャプテンの中地がいない中で、はい、まあ、どういうふうに戦っていくか、ここはどういうふうに監督だったらアドバイスされますか。いや、もう中地選手の思いももう背負いながら思い切ってバスケットをしろと私は伝えるかなと思います。はい、11番の重目地のフリースローが決まっています。5番の小郡文美と副キャプテン、キャプテンで2人で一緒に、まあ、留学生も含めてこう練習でのコミュニケーションのところは頑張ってきたという話もしていました。まあ、留学生ナイジェリアから来てやはり最初はシャイな部分があったそうですが、まあ、それでも、もう積極的に声かけをして今留学生を中心とした会話もよく生まれるようになったという話もおぶんぶんみはしていました。11番の重目地を中心に江南高校はコート内でいろいろな会話をしています。
未来効果ボールでボールゲームは再開されます。コーナーから3番のキャプテン玉城光は53番岸本外に出します。14番スピードのある玉城なるとスリーポイントもいくか。決まりました。すごいジャンプでしたね。リングした、そしてジャンプしてからのスリーポイントシュート。素晴らしいボディバランスです。今のは2ポイントでした。ただ、まあ、遠い距離からの距離のあるところからのシュートが決まっています。内からも外からも得点を決めています。14番の玉城なると、7番のコーナー長峰、リング下で競り合います。中に入れさせない未来効果、パスは通ります。スリーポイント、あ、悪くないですよ。オフェンスリバウンドです。7番長峰、フィジカル使ってボールをまだ持っている江南高校、スリーポイントシュートは落ちてリバウンド、重めじが取りました。今のリバウンドですよね、はい、江南高校としてはやはりそういうリバウンドを強みに、引き出したい。対する未来効果はボックスアウトを徹底して頑張ってそこを、拾いたい、はい、このリバウンド一つでも面白い駆け引きが行われています。対する未来効果はここはトラベリングになりました。コーナーボールです。未来効果は11番の1年生伊佐優和が入ります。ベンチの動きも、目まぐるしくなってきましたね。そうですね、1年生の選手が未来効果は入っています。こうして3年生だけではなくて2年生1年生3学年の力で未来効果江南この決勝戦まで勝ち上がってきています。3年生の江南長峰にボールを渡します。マッチアップリングした、手を伸ばして未来効果ボールにしましたが積極的にボールを奪っていこうという姿勢を8番の嘉数元明が見せました。未来効果はキャプテンの玉城光は、江南高校はディフェンスが変わってますね、はい、スリーポイント、もう一度いきます。未来効果、先ほどはおノールックパスからファール取りました。最後は9番の東間博人、11番の重目地からファールを取っています。守備が変わったというところですか。はい、先ほどまではちょっとマッチアップ気味で守っていたと思うんですが、あ、そうですね、はい、少し変わってきて、はい、ちょっとマンツーマンのディフェンスに、変化させたのかなとこういう印象です。はい、江南高校は赤いユニフォーム、この勝負の決勝戦に向けて準備してきました。東間博人のフリースローが決まっています。沖縄アリーナで行われている決勝戦です。2年連続のこの2校の対戦となっています。江南は5番の奥軍文美からフリーでスリーポイント、リバウンド決めました。11番の重目地の得点が決まっています。対する未来効果、11番1年生伊佐優は、3番玉城光はパスを回します。スリーポイント、江南は重目地3人で囲んでいくがバスケットカウント獲得。インサイドでの強さをやはり見せてきます。重目地はこれで14点に得点を乗せました。江南らしさが、出てきたと思います。このようにバスケットカウント3ポイント、いいプレーがあると沖縄アリーナスタンドが沸きます。江南高校は
赤く染まっているスタートです。シュートも器用で先ほどから見てるんですけど、はい、フリースローもしっかり決め切りますね。そうですね。5番の3年生田中康生ショットに行く。そこはタフショットになりました。未来効果のオフェンスが少し足が止まっている印象が見受けられます。はい、それをついていく高難度オフェンスです。たまらず未来効果はタイムアウト取りました。高難は点差を13点に縮めています。もともとは20点差で始まったこの後半戦第3クォーターなんですが、高難高校が未来効果の少し疲れているところをついて留学生を中心に得点を決めています。改めて与那嶺さん、この高難の第3クォーターの印象はいかがですか。はい、やはりインサイドにボールを集めてそこからのスコア、それはやはり高難高校は、やりたいことだと思いますので、逆に言えばそこを未来効果がどうまたシャットするのか、そういうところのタイムアウトで、内原監督からの、指示が、恐らくあるのかなと思います。はい、後段は変わったっていう感じでしょうか。そうですね、やっぱり中にボールがつながるようになりましたので、そこでのイニシアチブでスコアリングができているので点差が縮まっているようになっているのかなという印象は受けます。第3クォーター、最初は後段がペースをつかみかけています。高難は試合前と同様、再びベンチとスタンドと一体となって未来効果を今度は追いかける展開。これから第3クォーター、残り間もなく4分となるところです。沖縄アリーナで行われています。去年この沖縄アリーナカップ、今年は3回目を迎えますが、小中高校生の大会2日間合わせて5000人が詰めかけたそうですが、今年はなんだかそれ以上の盛り上がりにも感じます。そうですよね、この会場の熱気はすごいなって本当に感じてます。はい、未来効果です。53番岸本、ボールを奪った高難高校、体勢崩しながら味方にパスをつないで再びボールを受けました。国分文明、そこからスリーポイント決まりました。途中から入っている14番前里レブロン空の得点が決まっています。2回戦ではチーム最多の37得点だった高難の前里です。1年生ですよね。あ、そうですね、1年生ですね。素晴らしいです。対する未来効果です。から高難がボールを奪った、長いパス通って重目地11番リング下で決めました。取ってきましたよ。高難は未来効果に対して8点のビハインドに縮めています。点差は一桁です。97番やら、53番岸本。高難高校のディフェンスマンツーマンに変わってから未来効果のオフェンスが少し停滞、重たくなっている印象を受けます。はい、高難は5番の小郡文美から14番の前里も先ほど得点を決めています。ミドルでのショット、拾ったのは未来効果です。ここ走りたいです。走っていく東馬からキックアウトしてマンツーマンに変わっているという高難のディフェンスに対する未来効果、スリーポイントは落ちています。高難ボールに変わります。だんだん未来効果も少しショットが決まらなくなっている印象もありますが、そのあたりはどうですか。やはり足に来ると思うんですね、はい、やはり高い位置からのディフェンスをこんだけ圧力をかけて続けていますので、けど自信を持って続けることでいい結果に結びつくと思います。対する高難高校です。5番の小郡文見えると14番前里1年生スリーポイント、今度は小郡文見、未来効果がボールを取っています。点差は8点です。高難
ボールに変わります。興南高校は練習の時ほとんど休憩の時間を取っていなくて、練習の中で少しこう水分を取ってあとはもうずっと走っているという印象があります。今足を使えているのはどうですか、宇宮さん、興南という感じは。興南、そうですね、少し未来効果の足が止まってきたかなと、あと引きずっている選手もいたり屈伸する選手もいたり、そうですね、はい、ちょっと気になります。全国大会を何度も経験している未来効果、3年生は特に去年から出場しているメンバーも多くいますが、それだけ実戦も積んではいますが、この沖縄アリーナの中でこの第3クォーターも強度を高く保っている興南高校、未来効果は少し疲れが今出てきています。この後のリバウンド、ここがポイントになるかなと思います。フリースローが5分分で決まりました。興南は中地キャプテンがいない中、この副キャプテンの5分分がチームを試合を引っ張っています。これで点差が7点になっています。トーマのスリーポイント、シュートが外れて興南スタンド大きな歓声が上がります。そして手を叩いた11番おもめじ、井上君雄監督も熱が入ってきました。手を叩いて選手たちにエールを送ります。未来効果は25番の池宮城ノアの得点が決まっています。出てきてすぐスコアしましたので、はいはい、しっかり準備していたのかなと思います。身長は186センチあります。2年生の池宮城ノアの得点が決まっています。ここはトラベリングですね。あ、トラベリングですか。未来効果ボールです。まあ、今のプレーですけどもトラベリングにはなってしまいましたが、小郡文美選手の持ち味であるペイント、力強いドライブ、そういったものが増えてきてますので、続けていってほしいなと思います。第3クォーターは残り30秒を切っています。未来効果のオフェンスリングした、キャプテン田代光和から池宮城ノアの得点です。2つ連続してスコアしましたよ。第3クォーターは残り15秒、興南高校はゆっくりボールを運んで5番の小郡文美です。興南高校は重目地がここまで21得点、ボールを呼んでいます。あ、ターンオーバーになった。玉城なると決まりました。第3クォーター最後ラストプレーギリギリのところ、ターンオーバーから玉城なるとが取ってリードを広げています。第3クォーターが終わりました。62対51、未来効果11点リードでこれから最終第4クォーターに入ります。沖縄アリーナで行われています全国大会ウィンターカップを目指す男子の決勝戦です。未来効果対興南、62対51、未来効果11点リードでこれから第4クォーターに入ります。解説の与那嶺聖さんです。興南高校が第3クォーターは点差を最小で7点差まで縮めました。いかがでしたか。
やはり重目地選手の活躍が光ってましたね。はい、はい、フェイントに、まあ、ゴール下にどんどんボールを供給してそこからのスコアリング、はい、それがかなり、効果的だったのかなという印象を受けています。重目地はここまで21得点を決めています。あの10番のホロルンショ選手も得点を決めていましたが、今ずっと重目地選手が出ていますね。はい、まあ、今エナジーがかなり溢れていますので、はい、そのまま引っ張っていってるのかなと思います。勝負の第4クォーターが始まっています。未来効果がボールを運びます。インサイド25番池宮ギノは2年生ブロックします。ただセカンドチャンス、もう一度ブロックしたのは11番の重目地です。東南高校が得点を未来効果に与えませんでした。5番の小郡文美からパスを回します。8番の嘉数元明3年生ミドルショットがこれは落ちました。未来効果ボールを拾います。53番岸本スコアリーダー、ノールックパスで25番池宮城、あ、ボールを取った高南高校ターンオーバーになりました。逆サイドでは6番の中増がボールを呼んでいます。ただここはトラベリング未来効果ボールになりました。第4クォーター最初のプレーから激しい熱いそんな展開で始まっています。未来効果は勝てば2年連続のウインターカップ出場、興南は勝てば7年ぶりのウインターカップ出場となります。走ってますよ。リング下走る、最後決めたのは8番の嘉数元明です。3年生です。嘉数選手もこの1本で何か調子が乗ってきそうな感じもします。はい、ディフェンスに対して未来効果さんが少し後手に回ってる気がするんですよね。今のもトラベリングですね。高難ボールに変わりました。未来効果としては重目地選手をできるだけ外に引き出して、オフェンスを作り出していきたい、いわゆるハイピックというプレーを対応しているんですが、はい、そこに対してあまりうまく攻め手がない感じが見受けられます。興南のオフェンスです。重目地は2人がかりでまた3ポイントが決まりました。決めたのは小郡文美です。5分分見えるとのスリーポイントが決まりました。未来効果がこうしてオフェンスで手こずっているのもなかなか珍しいように感じますが、思い切ってシュートを、はい、今みたいなプレーですね。サバシロコリング下に渡します。53番岸本スリーポイント落ちました。東南のスタンド立ち上がって喜びます。先ほどは3ポイントを決めた小郡文美、未来効果がボールを取りました。9番東馬博人、タイムアウトは興南が取りました。64対56、未来効果の8点リードとなると、第4クォーター始まった時は11点差でしたので、湯波さん、興南高校が第4クォーターも点差を縮めていますね。はい、そのやはり起点になっているのが、11番の重目地選手、はい、中でボールをつないでスコア、または中につないで外にまたアウトしてシュートをクリエイトする、はいはい、そういう活躍がこのクォーターでまたさらに際立っているのかなと思います。そして今リプレイにもありましたが、5番の副キャプテン小郡文美のスリーポイントも決まって、選手たちを鼓舞するようなそんなシーンもありましたね。はい、小郡文美選手も気持ちがやはりこもってきてますね。はい、楽しみです。今小郡文美と重目地が何を話しているんでしょうか。ものすごい熱い会話をしているように感じますが、まだまだ行くぞという会話が繰り広げられているんじゃないでしょうか。いや、興南が最大で20点差はありましたが、そこから8点差まで
点差を縮めてここまでやってきました。第4クォーター残り7分30秒どうですか、これ追いつく可能性ももう十分に、あるかとも思いますし、一方で先ほどの未来工科の玉城くんの素晴らしいディフェンスからブレイクポイントですので、未来工科のまた持ち味も発揮できた部分も見られましたので、まだまだ、はい、見応えのある展開が続くのかなと思います。高難のオフェンスはボールは落ちて未来工科がオフェンスです。未来工科は8点をリードしています。9番トーマ、3番玉城、キャプテン、ボールを運ぶ激しいプレッシャー、高難高校ショットクロック残り3秒、スリーポイントシュート、簡単な体勢ではシュートをさせませんでした。高難度ディフェンスです。この辺りの高難度ディフェンスもこういったところですか。はい、そうですね、スリーポイントライン付近で、陣取ってですね、まあ、スリーポイントも打たさないディフェンスプラスドライブも簡単に譲らないぞというポジショニングで、ディフェンスができているのかなと思います。高難はスリーポイントを試みます。7番の長峰がスリーポイントを放ちました。対する未来工科です。早いペースでボールを運びます。53番岸本フリーで打ったスリーポイント、もう一度岸本から、やはりゴール下にオグンブーム、失礼しました、重目地選手、重目地選手がいますと気持ちよくはフィニッシュにつなげることができませんよね。はい、外に出してスリーポイント、まだ高津選手のアウトシュートは、そうですね、高難の高津のスリーポイントはまだ決まっていないですね。まあ、その中でも留学生の梅津を中心に得点を重ねています。これで点差が6点になりました。7番の3年生長峰拓也の得点が決まっています。第3クォーターの後半がマンツーマンのプレスにしてからというお話もありましたが、はい、マンツーマンのディフェンスにスイッチしてから少し未来効果のボールムーブがちょっと弱くなってきたかなという印象を受けています。ここもちょっとクロックバイオレーションになりました。今のプレーも珍しいプレーだと思うんですね。97番の柳瀬志郎、はい、24秒バイオレーションで相手ボール、こういうターンオーバーっていうのはあまり見受けられなかったんですが、はいはい、そこをどうやってまた打開していくかというところが見どころになると思います。やらは一旦ベンチに下がります。第4クォーターは残り間もなく5分となるところ、11番おもめじスリーポイント決まりました。1年生決めたのは前田とレブロン、トラン素晴らしいですね。スリーポイント2ポイントシュートが決まっています。そして飛び込んでいくオグンブンミエルト、点差は3点になっています。今のボールダイブなんですが、フロアダイブとも呼びますが、今のプレー一つでさらに盛り上がるきっかけに、なるかとも思います。はい、前座とレブロン、空の先ほどはスリーポイントシュート2本目が決まっています。まあ、まだまだ、時間はありますので、未来効果としてはここ一つ一本、落ち着いてバスケットをしてスコアリングできればまだまだ全然慌てる必要はないかなと思います。スリーポイントシュートを決めた高難の前里は一旦下がります。7番の長峰がコート内にいます。64対61、未来効果の点差はリードはわずか3点になりました。この後、どのようなバスケットを作っていくかというところが、未来効果としては、大事になってくるのかなと思います。はい、ポジション大切にしてほしいです。未来効果がボールを運びます。3番の玉城東亜です。ミドルからのショット、リバウンドは11番の重目地が取りました。高難は4番のキャプテン中地と10番のポロルーシュがいない中でこうして得点を重ねています。
未来効果に迫っているのが興南です。興南高校はシンプルにバスケットを作ってますね。あ、ノイスチャージングですか。肘が、はい、出ましたね。未来効果ボールに変わります。興南は11番の重道と5番の小軍分美が話します。まあ、第4クォーターになって白熱した戦いになってきて、はい、ここはどうですか、この勝負は。もう私も手汗がすごくなってます。そうですね。いや、沖縄アリーナの中の熱気が高まってきています。戦い頑張ってほしいです。赤に染まる興南高校のスタンド、そして白に染まるのが未来工科のスタンドです。興南の11番の大目地は21得点10リバウンドダブルダブルです。未来工科、柳瀬志郎スリーポイント決まりました。この1本は大きいですね。久々に決まりました、柳瀬志郎のスリーポイント。ここが決まりだすと、やはりもう少し、重めじ選手を引き出さないといけないということにつながりますので、スペースがより生まれて、また未来効果のドライブがもっと生きてくると思います。やらのスリーポイントが決まって、興南のスリーポイントは落ちました。3年生のやら誠志郎です。去年からスターティングメンバーとして出場していたやらがこの場面でスリーポイントを決めています。3点差まで迫っていた興南高校、やら誠志郎のショットはブロックです。興南高校も得点を許しません。素晴らしいグッドです。7番の長峰、12番平陽、平陽スリーポイント落ちました。ファールになって未来効果ボールです。興南高校は12番の平陽が入っています。第4クォーターは残り間もなく3分となるところです。平陽は2年生です。それから2年生の9番の知念隆起も興南はコート内に入っています。少しディフェンスのラインを興南高校が上げましたね。興南高校が少し前から当たるようになったと、はいはい、先ほどスリーポイントを決めた97番の柳瀬志郎、ドリブルします。3番玉城、やらパスが通ってシュートが決まりました。やらの得点が決まっています。そしてボールを奪い、3番玉城光はファールを取りました。未来効果も負けてはいられません。キャプテンの玉城光はがファールを取りましたが、ちょっと足をつったようです。玉城光はもうプレータイムがかなり長いように感じます。はい、おっしゃる通りで、やはりあんだけのハードディフェンスをもうこの時間帯まで続けてますので、はいはい、疲労は、はい、あるかと思います。第4クォーター入って3点差まで追い詰めた興南ですが、ここに来て未来効果が得点が入り出しています。未来効果は3年生の5番の田中康生が入っていますが、今内原監督が自らキャプテンの玉城光和のもとに向かいます。興南高校は4番のキャプテンの中地が第2クォーターからいない状態で戦っています。留学生も1人フォロルンショがずっと後半は出ていない中で、興南高校もまあ、その中でなんとか戦っているという状態です。はい、お互いもう団結の力で、攻防を繰り広げて、います、はいはい、まさにそうですね。今それぞれのチーム、興南はベンチ前で井上公雄監督を中心にどんな話をしているんでしょうか。
井上コーチ監督からはやはり、ペイントでのボールをもう少し供給して力強くいけと、はい、そういう指示が出されていたのかなと、こちらからは見て取れました。対する未来効果は玉城光和に代わって田中康生のフリースローです。緊張する場面で1本目よく、決めましたね。この田中康生は夏のインターハイ自分のミスで負けたんだということを話していました。そういう、責任を感じている中で練習ではこう集中力を意識してずっとやってきた選手です。いつもこうしてこう途中出場で出てくるのがこの田中なんですが、ここでもうしっかりと得点を決めるというのもチームにとっては非常に重要になりますよね。はい、おっしゃる通りで素晴らしい仕事をしてくれたと思います。興南は9番の知念龍樹、中に行きます。外に出して6番の中松俊之介、ショットは落ちました。第4クォーター残り間もなく2分というところです。ホロルンショ選手が出てきてますね。あ、そうですね、はい、コーナーは10番のホロルンショが出てきました。71対61、点差は再び2桁の10点に乗っています。ボールを回します。97番ヤラ、ショットクロック残り3秒、田中康生、おわずかに落ちました。対する興南です。10番の留学生ホロルンショが久々にコートに入っています。12番の平陽、今は3年生1年生2年生3学年が入っています。スリーポイント、未来効果ボールです。時間が迫ってきています。未来効果10点リード、興南としては得点が少し止まっている状況です。残り1分半切りましたが、両チームこの点差の中でどういうふうに試合を運んでいきましょうか。はい、未来効果としては時間もかけながら、プレーをしたい、対する興南は1秒でも早くボールを奪って、自分たちのオフェンスに転じたい。お、いいですよ。パスを奪いました興南高校。第4クォーター残り1分、10番のホロルンショ、もう一度ボールを奪います。7番長峰スリーポイント決まりました。これで再び点差は7点になりました。タイムアウトは未来効果が取っています。今のシュートもよく、長峰君、決め切りました。はい、おそらく興南高校としましては、ホロルンショ選手にボールを預けたいところではあるかと思うんですが、それを未来効果のヤラ選手が体を当てて簡単にいいポジションを取らせていない、そういうまた、力っていうのも未来効果に流れを持ってくる、きっかけになると思います。はい、第4クォーターです。最後のクォーター残り1分をすでに切っています。71対64、未来効果が7点のリード。タイムアウトでそれぞれの監督が選手に向けて言葉を送ります。興南高校は去年もこの沖縄アリーナでのコートを立って未来効果に敗れています。第4クォーター途中には3点差に迫っていました。未来効果がその後再びリードを広げて7点リードで残り53秒です。このように興南高校としては留学生も一緒に気持ちを高めて残りの53秒戦います。興南高校はキャプテンの中地がいません。10番のホロルンショは久々にコートに立ってきました。両スタンドからは大きな声援が上がっています。未来効果のボールでスタートします。残りは53秒です。未来効果のボールで始まっています。53番岸本、おそらく未来効果は時間を使いながら削りながら最後フィニッシュを持っていくという
プランだと思います。時間を使ってショットを打ちます。高難のオフェンスです。早く攻めたいです。スリーポイント、リバウンドは未来効果です。この決勝戦は未来効果かなり苦戦を強いられています。高難がボールを、いや未来効果がボールを取り返す。一時は3点差まで詰められた未来効果、ボールを回して今リードを広げています。14番の玉城ナルトがファールを取りました。高難はチームファールが4つになっています。残りは8秒です。53番岸本ボールを回します。岸本、高難はファールをして時間を稼ぎます。これでファール数が5つになりましたので、未来効果にフリースローが与えられます。特に高難としては第2、第3、第4クォーター非常に熱い試合を見せてきました。未来効果、3年間県内では無敗の未来効果なんですが、そこに迫る勢いで戦ってきています。今点差は8点、未来効果がそこからわずかにリードを広げています。残りは3秒です。試合が終わりました。72対64、未来効果高校2連覇達成。県内ではおよそ3年間無敗、しかし今年は高難高校相手に苦しみました。食らいつく高難高校を押しのけ優勝を果たしています。前回は勝利できなかった2年連続のウインターカップ、先輩たちの思いも背負って臨みます。解説は U16 少年男子アシスタントコーチを務めます与那嶺聖さんです。与那嶺さん、非常に熱い試合、あっという間に終わってしまったように感じます。どのようにご覧になりましたか？はい、後半のバスケットを見てみると、高難高校の特徴が最大限に引き出された展開になったかと思います。それでもやはり勝負師と言わんばかりのプレーで見事優勝を勝ち取った未来高校さん、未来効果さん、両者に拍手を送りたいと思います。はい、未来効果が72対64、わずか8点差で高難高校を下して2年連続のウインターカップ出場を決めています。高難高校としても赤のユニフォームで今年の決勝戦も臨みました。スタンドと一体となって第4クォーターまで戦ってきました。県内では3年間無敗だった未来効果に迫る勢いで得点を取って、第3クォーターでは、まあ、クォーター1クォーター分こう支配した時間もありました。まあ、その高難をなんとか押し切って優勝したのが未来効果です。未来効果としても非常にヒリヒリするというか緊迫する試合になりましたよね。はい、その、プレッシャーといいますか緊張感が、我々の席にも、届いて、私自身も手に汗握る、はい、心中で見届けてました。はい、それではここでインタビューです。放送席、放送席、こちら優勝を決めた未来効果高校玉城光亜キャプテンに来てもらいました。おめでとうございます。ありがとうございます。改めて今どんなお気持ちですか？もちろん優勝したことは嬉しいんですけど、やっぱりこれまで日頃から支えてくださった内原先生だったり保護者の皆様だったり、メンバーに入ってない人たちに結果で恩返しできたことが一番嬉しいと思います。本当に手に汗握る試合でした。改めてですが、決勝戦へはどんな気持ちで臨みましたか？僕たちは去年
このアリーナカップで優勝してウィンターカップに出たんですけど、そこで悔しい思いをして、そして今年のインターハイでも1回戦負けっていうのを2度味わって、その中でやっぱりもう1回全国大会に行って自分たちの目標であるベスト8に行くんだっていう気持ちをどこのチームよりも持って挑みました。そんな気持ちを感じるプレーがたくさんありました。第3クォーターでは興南高校が追い上げる展開があって、最大20点差あったところが5点差まで追い上げられました。キャプテンとして選手たちにどんな声かけをしましたか？やっぱり試合前から苦しい時間帯絶対来るから、そこは絶対粘ろうっていうのはチーム全体として話していたので、3クォーター1回流れを持っていかれたんですけど、そこでやっぱり自分たちのバスケットをもう一回やろうやり続けようっていうのをずっとベンチとか試合中も話していたので、それが3クォーターの終わり頃からできていたと思います。後半追い上げられましたが、なんとか勝ち切りました。ウィンターカップへ向けてこの試合で何か課題だったり見つかりましたでしょうか？やっぱり僕たちは留学生もいないですし、日本人でしかいないんですけど、その中でもサイズはないので、やっぱりそこで今日のリバウンドだったりっていうのは1年、リバウンドっていうのは1年間課題としてあるので、やっぱりそこをもう一回みんなでやることと、あとはシュートを決めきれないと僕たちは勝てないと思うので、もう一回そこを意識してやっていきたいと思います。では最後に悔しい思いをしたウィンターカップの舞台へ再び帰ります。改めて思いを意気込みを聞かせてください。自分たちの目標である全国ベスト8行けるよう頑張ります。頑張ってください。以上こちらからお伝えしました。おめでとうございます。勝ちました未来工科高校のキャプテン玉城光和選手の、コメントでした。与那嶺さん、スタンドと一緒にこう保護者ですとか見てくださった方に恩返しをする優勝ができましたというふうに話していました。印象はどのようにご覧になりましたか？はい、素晴らしい、スピーチでした。未来工科のチームもそうなんですけど、敗れました興南高校のチームもおそらくその思いでプレーは40分間ですね出し続けていたのかなという印象を受けます。はい、4番のちょっと中地くんですかが少し怪我の状態が気になりますが、その思いも背負って他のメンバーでしっかり40分間戦い抜いたので、はい、自信を持って胸を張って、いいかなと思います。はい、それではこの試合をハイライトで振り返ります。未来工科と決勝の未来工科と興南の決勝戦でした。まず得点を決めたのは興南高校でした。10番の留学生ホロルン所の得点が決まって、その後は未来工科ペースで前半は特に進んでいきました。特に与那嶺さん、未来工科はこう前半はこう自分たちのバスケができていた感じはありましたか？はい、躍動感がすごかったですね。やはり的が絞りにくいというところがまた未来工科の強みでもありますので、はい、その持ち味が最大限に、発揮された前半だったのかなと思います。未来工科はプレスを誘発して興南のターンオーバーを誘ったという話もありましたね。はい、未来工科としてはこのスリーポイントシュートを決める選手それぞれいて、点差を広げて47-27と20点差をつけてリードを奪って前半を折り返していました。興南としても留学生を中心に得点を重ねていた印象はあります。前半の興南はどうでしたか？試合間の中でも、話しさせてもらいましたが、はい、やはりターンオーバーの数が前半で9、9つ、あったということで、
このターバーの数が少し、コーランとしては痛かったのかなというふうな感じは受けます。はい、そこから後半の巻き返しです。コーランは1年生の前里のスリーポイントに11番の重目地の得点が決まって、どん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 気がつけば3点差まで縮まりました。このコーランのプレーいかがでしたか。いや、また後半は前半未来効果のペースだったのと逆に、コーナーのペース、やはり重目地選手が、軸となって、素晴らしい展開を引き出せたのかなというふうに、思います。対する未来効果、この97番のヤラのスリーポイントが決まってから最終的には僅差ではありました。72対64、未来効果が厳しい試合を制して2年連続のウインターカップ出場を決めました。